ガンダテレビ。はい、オガランダオールドジェネレーション。どうも、ガランティングのアルト、オジマト、イケビト、リンマト。はい、あ、TRK です。はい。やっぱりね、コロナウイルスで慣れてない、難しい。はい、ということで、今回は第3回。お、3回初めてか。あの伝説のスーパー大人気殿堂入り、殿堂入りの企画。未だ成功がない企画ですね。そうですね。全員一致ゲーム。今軽く説明しておきますと、まあ、YouTuber たるものメンバー同士の意思疎通というのが重要になってきます。その面で、この人が何を考えているか、そういうものを考えるためにはやっぱり全員一致ゲームという企画を通じてその力を養っていこうと思い、なんとオランダ史上初第3回という異例の事態が今回起きてます、はい、そしてなんと今回はまだスペシャルゲストの TRK です。タラコですね。変わってない。まあね、 TRK いきなり来てこいつ全然合わんに決まってるでしょ、思い出と思うんですけど、大間違いです。まあ、結構いろいろと関わりあるんで、陸上部のメンバーなんでね、まあこれで知らんかったらもう絶好という感じでやってきますと。はいはい、それではレッツコランダー。はい、やっちゃいますよ。巨乳な女の人といえば、アニメキャラでいきましょう。ああ、わからん、もう出た、決まった。よし、まあいいや、もうこれやろう、絶対これしかいない。もうこれあれやろうね。せーの、ドン。はい、ルーシー・ハドフィリア。ああ、韓国綱でプリズンスクールの副会長、ビッグボーイ。ビッグボーイ。あー、まだガッシュベルの。そう、星がついてるやつやの。俺一番そのまんまやんか。これでしょ。確かにそれやわ。白木メイコや、メイコや、メイコ、うん、メイコさん。どん、いや、綱で出てこなかったな。綱では巨乳やろ。106センチ。え、綱で出てでかい。でかい。めちゃくちゃでかいよ。あー、あー、でかいやろ。それはまず分かる。それは最近知っとる。バチ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 。知らん知らん。芸能人でも何でもいいんですけど、一番ロングが似合う人。ロングが似合う人。ロングで、ロングといえばみたいな。はい。伊勢のでじゃんじゃん。最近中条あやみが大好き。中条あやみ。ダッキー断蜜。こういう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 だろ。でも、え、大好きやん。ロングじゃないでも。断蜜かっこいい。長い。長いのもちろん可愛いよ。ショートなんですか。うん、ショートの方がある。え、石原さとみじゃねえ。え、中条にちょっぱいかない。ああ、あ、GU や。あれや、あれ。オナザスター。ああ、わかる。全然わからん。あ、ニセ恋のヒロイン役で出るよ。え、中条あやみが。確かにわかる。ドコモの CM、ハーゲンダッツの CM。うん。マジでわからん。え、確かに可愛い。確かにロング。もうすぐやる。オミとね、映画をやるんだ。雪の花って。そうそうそう。あ、そうです。あ、わかった。確かに中条あやみもロングやね。はい、じゃあ3問目。乃木編の漢字といえば。お、こんなって乃木編ってどういう意味。乃木編は魚人。農家行って乃木編って言ったの。魚人編農家行って木。おお、農家行って木。この漢字といえばですよね。オッケー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 。これの漢字といえば漢字ですよね。ちょっとせーの、バン。平和の和、和ゴム、和ゴム、和ゴム、見え。なんでいいねんこれは結構王道。イネか。武者家の主人公は最初のイネだし食っちゃうもんで。そうね、主人武者家の主人公乃木編の使い手やん。え、むしろ和はマジで本当に出てこんかった。マジで出てこんかった。出てこんかった。和しか出てこんかった。これか和と積もるっていう字が出てきた。稼ぐっていう字が出てきた。これしか出てこんかった。どんな一緒すぎるやろ。はい、続いての話題を煽りの感じでお願いします。はい、今僕スマブラがハマってます。はい、キャラクターいますよね。はい、一番使っているキャラではないか、好きなキャラなんでしょう。絵付きでお答えください。なんでいかんの。絵付き、絵付き。あ、絵付きで目を描いて使ってるキャラじゃなくて。
伊勢のでバジャマネスカービィってふざけすぎるのこれがやばいクラウド、クラウドうまっ、かっこいい。いやこっちのがふざけ取れてる。いやね、レオネッタがおっぱいキモい。だってメガネと髪の毛ってなったらこうなって、ちょっと待って、柴谷じゃあ最後のお題を TRK お願いします。ポケモンでピカチュウの次に有名なポケモン。おお、有名だろポケモン。こっちも高まっとる、あ、わかった。想像ゼルガとか話してる。いや、マジガチ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 。想像ゼルガはめっちゃかっこいいな。想像ゼルガってあの、マザラシだっけ。脱衣心棒や。マザラシ。ゴッマザラシ。ゴマザラシ、ゴマザラシだっけ。何のあれ、タマザラシの進化って何だっけ。トドグラ。トドグラ。あ、そう、トドグラ。ゴマザラシ。あ、タマザラシ。ゴマザラシ。じゃあ、伊勢のあれでは、進化。伊勢のあれでは、バヤン。バヤヤン。イーブイ。イーブイ。うそ、ニャースかイーブイか。ですよね、ですよね。そうなの、レッツゴーピカチュウ、レッツゴーイーブイ。あ、ニャースが出てこなかった。ニャースは出てきた。いや、途中にニャースが落ちちゃう。ニャースは出てきた。レッツゴーで。え、なんでイーブイなのマジで。レッツゴーイーブイ。ピカチュウイーブイで。ピカチュウイーブイ。イーブイで。スイッチで。で、取るやん。今日あんだけ話したじゃないですか。イーブイ、クソ株上がってるけど。もともとブースの中でも人気だったんで。え、でもピカチュウの方がすすめですよね。あ、そうなんですか。スパイス120ぐらいの所属チーム。あれ、あのゲーム限定やろ、確か。あ、そうなの。夢特性じゃん。しかもなんか今回アメリカなんかあげるとなんかあれ努力値やねんけど上がってくるの忘れてますか。結果 EV がものすごく株を上げている。難しかったですね。難しかったです。じゃあまあ次の動画でまた会いましょう。それでは DKB さん、はい、あのお決まりの終わり方締めとってください。やっちゃうんですか、年内最後。そうですね、最後にやってみる、はい、年内最後なんでやりますか。じゃあはい、というわけで、それでは皆さん、うん、パイパイはい、バイバイ。何をしてこういうちょっとつかめてないんだけど、これ